森保が育てたじゃなくて、日本全体がやっぱ選手を育てた。ワールドカップ本当優勝しますよ。うおっていうね、やっぱりこの子は来るんだなっていうね、うん、初めて見た時に衝撃を受けたの、彼のね。上手いやつだから壁が来る。下手に壁はないでしょ。今のその日本代表についてですね、まあ、6連勝、まあ、波に乗っているのかなと思うんですけれども、まあ、この強さって本物なのか。現地で僕は本物だと思います。今やったワールドカップ優勝するんじゃないですか。それぐらい力、もう世界でもびっくりしてると思いますよ。だってドイツにあんだけボコすんですよアウェーで、うん、まあ、ちょっと南米は分からないけども、やっぱり今どことやっても本当に今強い、まあ、それはもうあの森保含めてね、日本サッカー協会を含めて日本全体がやっぱ選手を育てた、うん、森保が育てたじゃなくて、森保さんはうまく監督としての最高の仕事をしているわけですよね。与えられた料理、前が食材を素晴らしい料理に変えていくわけですよ彼は。でも食材が悪かったらってことですよね。余分な調味料入れなきゃいけないみたいな。それだって素材が、素晴らしい素材を提供している、僕は日本サッカー界全体の今の、うん、独連勝というのも僕はあると思うんですね。でも全体的に底上げで、ああもう誰が出ても大丈夫でしょ。津波さんがいない、俺がいないとかじゃない。30年はそういう状態だったのが、今2チーム分がもう同じレベルで戦えるわけじゃないですかそうだね。これはもう世界なかなかないですよ、こんだけ層が厚いのは、うん、だから本物だと思いますよ。ただこっから先、今他の国のチームはこう新しいもの試してみたりとか、新しい監督になってたりとか、ちょっとそのメンタル的にモチベーションがそんななかなかなかった、その力ある選手はね、もうどうせまだまだ先だしみたいなね、なかなかそれ難しい、そのメンタリティあるんだけども、やっぱり内容を見ても圧倒してるんで、僕はねこれは楽しみだなと思ってますね。ルーさんにとってかっこいいとは？ベリーディフィカルトなクエスチョンなんだけど、ワンワードでスピークするとノーギブアップってことかな。中身がないって？髪の毛はあるよ、ウルトラ育毛剤チャップアップ。僕もやっぱり6連勝っていうのと中身でゴール数、失点数見ても、まあ、偶然はないので必然的にあの根拠ある勝利だと思いますね。だから本物だと思います。選手自体がやっぱりヨーロッパで出て、でそれでもその中でもやっぱりトップリーグでしっかりサブではなくてピッチに立って活躍していることで、やっぱり非日常が、自分が出て行って覚悟を決めて海外でプレーすることで、それも高いところで、でやっぱり日常的になってもう習慣化されてきてるんで、もう何でしょうね、あ、当たり前みたいな感じなんだろう、そうだね。ね、だ感覚的に、うん、例えばこうヨーロッパ行って僕らはほらいなかったから誰もね、その時にうわっこいつすっげえなってテレビで見てるのと、実際にドイツで一緒にリーグで戦って、意外とこいつ大したことないんだ、ここに欠点あるんだよって分かる、うん、そうだね、特徴はこいついいからここ潰しちゃえばいいみたいな、うん、まあ、そういうのでいつもやってると、その全ての感覚が高いレベルの感覚のまんまなんですよ、うん、でも1ヶ月日本に帰ってきたらそれ全部なくなっちゃうんですよ、その感覚なんて1ヶ月で。でも彼らは今ほとんどヨーロッパでやってるので、その感覚と例えば日本の選手たちがそっちにグググ引っ張られてるわけです。だすごい効果がね今生まれてるんですね。やっぱその海外組が増えたっていうのも大きい、大きい、絶対大きいです。こう全てでしょうね、そこが全てだと思いますよ。もう僕らの時は来たら、うわあの選手すっげえなーみたいな感じで、そうすうわすっげえこいつできるよみたいなのがいつも日常やってんだもん。だから野球 その大谷君がねアメリカと決勝でね憧れるのはやめましょうじゃないけど、 そうだよね、そんな感覚なんですよ。そうだよ、もう対等以上だと思います、あのメンタル的にもこう、なんだろう、テクニカルの部分でも、そうだね、もう堂々としてプレーしてますし、ただヨーロッパが多いじゃないですかゲーム的には、ね、南米をこれから入ってきた時に違う習慣なんで、やっぱ仕事場が違うです、ますよヨーロッパとね、南米とリーグも。なのでこれで南米と戦い出して対等もしくは現状 の
力が発揮できるようになってきたらワールドカップ本当優勝しますよ、可能性がありますよね、うん、ちょっと南米とやっぱり強化試合やってもらいたいなと思うんですね、マッチメイクちゃんとしてね、うん、そしたらその中でいろんな個人的な評価だとか選手の、まあ、テクニカルの評価だとかしていくとちょっとこう本当にこういろんなものがまだまだね、うん、見えてくるんじゃないかなと思うんです、明るいこうものがね、だ少しずつワールドカップ優勝っていうのが夢だったのが目標に変わりつつあるんじゃないかなって思う、うん、そうだね、うん、僕らがワールドカップを夢見てて目標に変わったのと同じで、うんうん、であと1個思うのが、まあ、森保ちょっとこの前刈谷に来てくれて一緒にトークショーやったこともあってちょっと話したんですけど、やっぱり代表招集してヨーロッパの選手たちっていうのはトレーニングからすごい強度が高い、うん、でそれに巻き込まれるっていうのと、それはよくすごく言ってて、あとは戦術的な部分でやっぱり僕ら現場で代表でピッチでやってる時ってもう瞬間で自分たちで判断していくしかないんですよ、言われたこと以外のことがサッカーで起きるんで、そういう判断力だとかプレミアとかブンデスとかでやってるあのスピード感の中で戦術も要求されて間違った動きできないんですよね彼ら、でしっかりテクニックも発揮しなきゃいけないしミスも起こしちゃいけない中でやってるんで、またそのレベルが磨かれてでみんなが融合してもコミュニケーションを取りながらどんどんチームが変えていけるっていうところの彼らすごく変わっていくっていうのはやっぱスピード感があるって言ってました、うん、誰が出てもね、なので僕らがこうオフトによって変えられてきてどんなシステムでも誰が入ってもやれるっていうのと多分ポイチは同じ感覚で今監督の立場として、選手たち見てるんじゃないかなと思いますね、だからすごい信頼してるでしょ選手のことね、はい、その中でもなんかキーマンとかいるんですか、その、まあ、遠藤だったりとかやっぱキャプテン誌を持ってたりとかする選手もあるんですけども同じだと思うんですね、もうキャプテンだからこれしなきゃいけなくて、うん、もうみんなやれちゃうから、うん、だから誰がっていうチームを作る必要はないんじゃないですかね、うん、みんながキーマンで、うんね、うん、みんながやっぱりそのチーム内での争いもあると思うし、うん、競争の原理ができてると思うんですよね、うん、層が厚くなってだからまずはこいつらにあのチームメイトが勝たないとレギュラーないわけですから、うんうん、そこを決めるのは監督だしやっぱそれを常に見せなきゃいけないだろうしやっぱすごくそのアラートの状態っていうかこういい状態をキープ しないと代表に選ばれないっていう、うん、やっぱり代表っていうのは素晴らしいとこなので、うん、やっぱそこにみんな入ることによってまた刺激を受けてチームに帰ってまた努力するんですね、うん、日本代表で一気に上手くなる選手っていないんですよ、入って刺激を受けて自分のとこに戻って努力するんですね、その繰り返しなんですね、経験は積めるけども本当に上手くなっていくのはまたチーム戻って努力することなんです、ね、だって 3,4 日で上手くなるわけないじゃないですかヒントをもらって日頃はチームですから、森保ジャパンとオフトジャパン戦うとしたらどういうふうに戦うと言いますか、5点以内に抑えるかそうだね、うん、シックスバックベッド、うん、相手が5だったそれほどやっぱ強いと思います、だからもうだから久保なんかでもどんどんまた一時グッと止まってしまったっていうのは僕の感覚があったのが、やっぱりこの子は来るんだなっていうね、うん、初めて見た時に衝撃を受けたのは彼だね、やっぱ堂安もそうだし、うおっっていうね、うん、当然のように順調にバーンっていかないですよ、どっかで壁が来るんですね、その壁は上手いやつだから壁が来る、下手に壁はないですよ、うまいやつらが伸びていくガーって、そこで初めて壁っていうのは出てくると思うんですね、だから彼らをやっぱり壁を乗り越えるパワーだったりとかそういうものをやっぱり兼ね備えてる、とてもやっぱりポテンシャルのある選手たちだと思うんですよね、うん、だからこそ競争の原理が必要で、で日本代表のやっぱりプライドだったりとかそういうものっていうのは本当僕は見てても受け継がれてるなっていうのは、僕も先輩から受け継がれてるし
上手い下手はあったけども、やっぱりそのメンタルは最初に言ったように一緒なんですよ。これは絶対変わらないんです。改めていかがでしたか？いや、めちゃくちゃ楽しかったですよ。でやっぱりその僕らが、まあ、オフトによって集められて、やっぱり日本のサッカーのためにっていうワードで、あのワールドカップを目指していく中でいろんなことを学んだんですけど、やっぱり今もね、仕事場や立ち位置は違うにしても、やっぱり同じ思いで日本代表の時と一緒で、日本のサッカーのために、地域のサッカーのために、子どもたちのためにっていうのがワードなので、まあそれを再確認したのと、あの30年前にもらったサッカーへの情熱がね、今もあるし、またその時のメンバーに会えることでね、またもう一回その情熱がね蓄えられるというか、そういう、まあ、本当にそういう時間をねみんなにもらって、みんなからの言葉ももらって、非常にもう一回熱くなりました、うん、はい、ありがとうございます。当然のようにやっぱり僕も日本代表のキャプテンやって、そして監督っていうのも目指した時はあったけども、やっぱりそれはまた別として、やっぱり日本サッカー界の発展のために、我々がすごくこういい時期にやらせていただいた、だからこれをもっともっと言えばいい思いをいろんな人に、選手たちにしてもらいたいんですよね。でそのためにはサッカーっていうものの環境を整えていかないと何も始まっていかないです。根性論じゃダメなんですよね。だからグラウンドのハード面であったりとか、そしてその待遇であったり、そういうものが少しずつやっぱりこう変わっていくことによって発展していくと思うんですよね。お金さえ出せばっていうわけじゃない、地域の人のやっぱりハートをつかまなきゃいけないし、いろんなものが必要だっていうことを改めてまた感じたし、うん、で改めて、あ、そろそろオフトジャパンの OB 会やんなきゃいけないなとかね、うん、幹事は俺は無理だから誰にさせようかなとかねまあいろんなことありますけども、やっぱこうやって機会をいただいたことに関してはすごく感謝してますし、ね、同世代だと津波勝也、そうですね、あ、ラモさん、あと茂、うん、まあ、津永ね、茂とか話したいですね。僕はこう長谷川健太とか、うん、健太とはユース時代が一瞬でずっと上がってきたりとかしてたので、やっぱ健太は今すごい活躍してね、うん、三冠の監督ですから、やっぱ彼なんかとも話し合いしてみたいなってもあるし、あと育成のところの黒田、今回ね J2 でぶっちぎったしね、うん、彼のそのやっぱり山田から、うん、でプロ1年目そこでもうガーンって結果を出すっていうのは、またこういろんな学校の先生たちの夢を、うん、やっぱりこうね、うん、実現させるじゃないけども、そういう進み方もあるんだっていうのをね証明してくれたと思うし、いろんな人とね、うん、世代を超えてね僕は話したいなと思いますね。本日も貴重なお時間いただいてありがとうございます。ありがとうございました。